中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第207回目の放送でございます。待望の中川博隆ソングブック、2枚組の CD ですけど、これの発売が明らかになりました。ソングブックカフェのサイトで、ジャケットも、内容も見ることができます。サイン入り CD のキャンペーンが始まりました。ぜひ、ご応募いただきたい。これはどんなアルバムかというと、まあ中川が作った歌を、まあ、自分自身で歌うという、そういうことがあんまりなかったん。例えば虹なんかも増田が歌ってたし、佐渡子さんも歌ってたりなんかするんで、もう全部この中川の声で、録音しようということになりました。もちろんコーラスとかね、そういうものは、付き合ってもらってるんですけれど、で全部で30曲なんですね。30曲は1枚のアルバムに入りきれないんで2枚組にいたしました。ジャケットが赤いのはですね、ビートルズの赤版を、まあ、意識しているわけなんですね。というと、じゃあ青版も出るのかというと、まあそれはまあ先の話でよくまだ分かりませんけど、きっと出るかもしれませんね。今回あれも入ってないし、これも入ってないっていうような曲もあるんで、それは青版の方に回るのかもしれません。何とも言えませんけど、ハッピーチルドレンとかね、パレードとか、海外続々とか、あの辺は落ちましたからね。まあいつまでも歌ってほしい、歌い継がれてほしいと思ってる歌を選んだつもりでおります。ということでね、ぜひ聞いていただきたいと思います。ただいまキャンペーン中でございましてね、中川のサイン入り CD がゲットできるというキャンペーン中でございます。その発売記念 YouTube ライブっていうのもですね、5月の8日に行います。 YouTube ライブっていうかな、そんな感じで、佐藤智成と3人でお送りしたいと思ってますので、どうぞ楽しみ。5月の8日です。ではその中からですね、 A 面の1曲目、はじめの一歩という歌なんですけど、これを聞いていただきましょう。やがて溶けるさ、さあ
キャンペーンといえばもう一つ、長野秀子さんをモデルにした長野さんというね、本がゴールデンウィークに発売されます。それのキャンペーン、長谷川、絵を描いた長谷川義文と中川と、なんとモデルの長野秀子さんまで、この3人のトリプルサインが、入った絵本がですね、キャンペーンで発売されますので、これもどうぞよろしくお願いいたします。とってももうあちこちで話題になってますけどね、長野さんもね、自分の書いた本じゃないんだけどあちこちで宣伝してくれていて、またこんな本は長野秀子みたいにアホになるから読まない方がいいよなんてことをあちこちに言って、みんなすごく読みたくなっちゃってるんですね。ということで、こちらもよろしくお願いいたします。テクテクぼちぼちとぼとぼ日本漫遊記。愛媛県、日本漫遊記、愛媛県の巻でございますけれど、愛媛県はですね、長野秀子さんの生まれた県でございます。今治かな、今はもうバリーって必ず歌っちゃうんですけどね、今治はね、タオルの生産日本一なのかな。今治がタオルで有名になった一役を買ったっていう話があったな。今治をタオルで盛り上げようっていう、その一人になってたんじゃなかったかな。ということで、愛媛はそうだな、まんちゃんと、あの自動車整備工みたいな格好してたキムちゃんか、木村さんね、なんかよく呼ばれたな、よく遊んだりもしたな。キムちゃんとマンちゃん、どうしてますか。愛媛は道後温泉がね、有名でございます。道後温泉で2階で牛乳飲んだ覚えがあるんだけど、なんか面白いですよね、道後温泉。松山に福男と行ったことがあって、お城に登るエレベーターかななんかの近くに、宇宙百貨という、けったいな店がありましてですね、中国のスリッパみたいなカンフーシューズみたいなのを買ったりして、そこで2人でね、パジャマ買ったんですね、なんかけったいな柄のパジャマ、色違いで買ったりなんかして、でそれはそのままもう街歩けるなっつって、2人で、パジャマ着てですね、あの松山の商店街を歩いていたんです。で松山の商店街は結構なこう引き、なんていうんですか、ポン引きみたいな立ちんぼさんがいっぱいいて声かけてるんですけど、で俺たちのところに全く声かかんなかったですね。もう T 字路みたいになってる、こうもうその最後のところまで歩いたんだけど誰も声をかけなかったという思い出があります。こんなところでいかがでしょうか。松村慎吾とのドライブトーク聞いてみましょう。松村慎吾と中川博隆のドライブトーク。およそ200メートル先、斜め右方向です。その先およそ300メートルで戻る方向です。ドレミファソラシド斜め右方向です。高いドこれはね、高いドなんだけどおよそ200メートル先、戻る方向です。その先およそ300メートル斜め左方向です。高いド戻る方向です。あれ？新しいルートでおよそ200メートル先、戻る方向です。その先およそ100メートルで斜め右方向です。他の話もしたいから新しいルートで案内します。ちゃうけど、はい、下高井戸、下高井戸、下高井戸、
あるんですか下高井戸っていう場所。それ知らない人には全然面白くない話だけどね。もう2つ。下高井戸っていうところがあるんですか。でそれ知ってる知ってるっていうのが前提での謎の図だからさ。およそ 300m 先戻る方向です。その先およそ 400m で斜め右方向です。都道14号線に入ります。西中島南方みたいな名前ですね。なんかそれそれ新大阪の次の駅だろ。あそうです。戻る方向です。下高井戸ってすごいですね。下なのか高いのかよく分かんない。あ本当だね。下なのか高いのか分かんないね。はい。えここ U ターンするの。はい。なんかなんだよこいつ。だいたいこの女の人の声がさ結構邪魔してない？俺たちのトークに。そうですね。ちょっともうちょっと下げて。三鷹行くの？荻窪。ちょっと設定し直したら。ちょっと飲んいや多分ね僕が今一個道を間違えたのを多分ちょっと引き返させてもらってます。ああ間違ったのか。はい。あのよくあの。コンサート主催してくれた人のさ、はい、車なんか乗ってるとさ、はい、一応ナビで設定するけどさ、はい、そのナビを信じようとしない人いるよね。まあその方が地元なので、うん、そうさあこんなとこ行ってるよ、全然ダメだよね、こっち行こうよってさ、それ信じないなって最初からつけなきゃいいじゃんね。ここまで来たらもう分かるんでとか何かこう自分の道をこう行かれる方とか、うん、信用しないんだよね。そうですね。あれなんかなじゃあ消せよ。まあ確かにそうですね。意外と多いよねそういう人、信じない人。ナビをその癖つけてんのね。そうですね。いざという時は見たいんですかね。なんだろうな。自信のないとこは見んのかな。そうなんじゃないですかね、うん、あ、第三景品乗ろうとしてるなこれ。あ、ここ行っていいの。あ、本当ですね。ここまっすぐ行ったら、あ、なんか危ないお兄ちゃん歩いてる。ちょっと藤本に地元さんですか。いつもの道ですね。あ、そう、馴染みのここ通りますね。ずいぶん東京の人になったね。あんたの人に。いや、ここしか通ったことないんですけど。ここはいつも通ってます。ガーバーズ10周年やってさ、はい、なんか今年はなんかプランあんの。今年のプランですか。うん、こんなことやるよって。ああ、いやまだそんな、まだ詳しくは。今度夏、はい、セミナー一緒にやるよね。ああそうですね。というかさ、今日一緒にやったんだよな、久しぶりに3人で。いやそうなんです、ありがとうございます。いやありがとうございますという意味で、まあ、一緒にほら縁の歌に関わったからね。はい、それは一緒にやろうよでしょ。はい、ガーガーガーズっていうこの字を飾ってくださってたじゃないですか。そうそうそう、あの文字をなんかもうすごい嬉しかったですね。中川博隆です。松村シンガーです。リップのドガーです。3人合わせてガーガーガーズですって言って、はい、やったんだけど、はい、しばらくやってなかったよな。そうですね、それこそ7年前。そんな前か。もう一番最初。そうだよな。はい、全然ダメだったよな。もうそうですね。もう申し訳ない。もう本当にと思っちゃった。あれからも本当長ずっとお世話になっておりますけど。そうですね。いや今日でも楽しくできたじゃん。いや、はい、
ドキドキもしましたけど楽しく、うん、で松村はドラムになって良くなってんじゃない。あ、そうですね。で俺もベースになって、はい、その後いろいろ紆余曲折ありながらありながらね、楽器の形態も変わったもんね。ピアノ、ベース、ドラムっていいですね、なんか、うん、いいよね。はい、すごくバランスも取れていて、取れるといいよね。そう、そうですね、取れるといい習慣が何回かっていうな。やっぱりそのいやー、そうですね。ちょっとなのでまた夏に向けて、そうね、ちょっと合宿しようか。合宿ですか、うん、はい。どちらガーズんちで。それはさすがに申し訳ないです。泊まっていただくのは申し訳ないです。ガーガーズの家探しで俺ずいぶんさ、はい、あちこち付き合ったんだよな。そうですね、うん、でまあまあ分け合って、はい、あの探すことになったんだけどさ。はい、うん、何箇所もご一緒に。そう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 、はい、ちょっと俺も後ろめたいところがあったいや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 、付き合っていいとこ探してあげないとなと思ったからね。いやありがとうございます。で探してる時に、あ、中川さんあれなんて読むんですかって、諏訪だよって。その時だよね、探してる時。あの時でしたっけ、うん、あ、そうですか。諏訪っていう字は読めなかった。書けなくてもいいけど読めるよ。今もちょっと浮かんでないですね。どんな字でないの、どんな字でしたっけ。ふんふんふんって、あののんちゃん言ってるけど、のんちゃんは読めてたのかな。私は読めてましただよね、はい、読めて当然だよね。国語強いの。国語強いんですよね。漢字強い、のんちゃん。漢字はまあ、そう、書きはあんまりですけど、まあ読めはするよね、普通はね。この間ものんちゃんが LINE で送ってきた漢字が読めなくて会話終わっちゃいました。なんて読むかわかんないって言われちゃう。夫婦間で LINE をしてんのか。あ、僕だけ外に出てる時とかがあるので。あ、まあするよね、それはするか、ね。終わっちゃったんだ。終わっちゃいました。漢字の読み方調べるのって難しいもんね。ああ、そうです、そうです、難しいです、ね、そのなんとか辺の反対側かなんて言うなんて読むか分かんなかったりね。さあ、そうです、そうです。三髄あれなんか方法あるの、ないの。あれ携帯手で書いたりとかある、検索で。いやありそうだけどな。俺欲しいのはさ、はい、花の写真撮ってその名前がすぐ出るようなアプリってないの。あ、ある？なんかあるって見たことありますね。本当？へえ。あれ欲しいな。あの星空撮るとなんか星座が出てくるとかっていうのもあるよね。アプリですか？アプリで。へえ、素敵なアプリがあるんですね。素敵なアプリ。花、あれがあるとなんていう花だろうとかさ、気になるじゃない。はい。Google の画像検索とかで出てきたりするんですかね。だからさ、春の赤い花とか入れると、はい、ブワーッと出てきて、あ、これこれっつって探してっていうような検索法はあるけどね。そのこう 数から探すって感じじゃなくて。取ってや取ったやつをこれ何ですかっていう。そう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 、そんなに頭良くないのかまだ。あ、でも あるの。あったと思います、確か。そうなんだ、ちょっと教えてよ。また花の絵を描かれてるんですか。でもう面倒くさくてやってないよね。あ、そうですか。うん、
あのメイキングを松村に来て撮ってもらおうって話があったんだよな。あ、そうでした、そうでした。うん、なんだか気ぜわしいのかなんだか見えるラジオもちゃんとやろうとすると大変だよね。そうですね、コーナー、1コーナー1コーナー、うん、もうでもあの日本万有機も、あ、忘れてんだよ、こうなんかこの200201なかったですよね、忘れてたの。そうですか。そうですか。200はなくてもね、まあまあそうですね、201はね忘れてた。そうですか。今度広島だな。あ、じゃあもうこれ今度来週、あ、来週って先週に上がってるぐらいですかね。あ、まあこの話があれがいつかわかんないですけど、この話はもういつになるかわかんないので。202回で広島ですか。202回で多分広島。ああ、広島まで行ったらもうあと少しですね。分かってる。岡山の右左ですよね。うん。ちゃんと順番言ってみ。じゃあ順番ですか。広島の次はどこ。はもうあれです、山口です。はい。それから次は福岡。ほら自分とこ忘れてるじゃん。あ、香川、うん、徳島、高知、愛媛、うん、今ぐるっと聞きましたね。はい、右回りで行くんだね。時計回りで。面白いな。香川の人ってそうなの。いやいや、そんなことはないんですけど。香川、愛媛、徳島、高知だと思った。分かんないです、僕のずっと来たね、こう。はい、ぐるっとこう時計回って。香川もしくは香川、徳島、愛媛、高知だと思うよな。あ、そうですか。この間さ、はい、あのトラヤのお友達の94年版を聞いたじゃない。はいはい。そしたらさ、はい、高知と秋田早く呼べよって言ってるのが。そうでしたね。うん、そうでしたね。あの全国制覇がまだ94年ではできてないんだよね。うーん。で、あの後に高知が来たんだよ。あ、高知が先だったんですか。うん、高知が来て最後秋田だった。へー、最後は秋田だったんだな。意外ですね。あの関東祭り、はい、で、あのなんか顎の顎にあの提灯ガーって乗せてさ、はい、あれがあれをやってたから、なんか夏のセミナーかだったのかな、そこに呼ばれたのが最後っていうか最初の秋田の最初、秋田の最初、47都道府県の最後。へえ。高知っていうのもまた面白いところでね。はい、ここはあのよその文化を受け入れないっていうかさ。そうですね、そういうとこあるでしょ。確かに独自性があるじゃん。もう高知は高知って感じですね。高知ね、はい、他の関係ないんだよね。関係なく独立してるじゃん、あそこだけ独立国って感じ。確かに四国でもやっぱ高知は、そうでしょ、高知は高知って感じですね。はい、他の3県がタッグ組んでも高知と戦うみたいな。まあそうですね、高知は全然一県でやっていけてますし、やっていけてるんだよね。やっていけちゃってますね。だからよその人入れないっていうの、うーん、っていうのもあるわけ。はい、でひとたびなんか入れるとブワーッと何回か呼ばれた。ああ、そうなんですね。そうなんかそういう人懐っこさもあるし、面白いよね、高知って。うん、秋田が最後だったけどね。そうなんですね。うん、秋田行く？秋田、いやいや、僕たちも秋田行かないでしょ。青森行っても秋田行かないだろ。確かにそうですね。翼さんの同行で行かせていただけるぐらいで。翼くんは何、秋田呼ばれるの？秋田毎年行かれてますね。そうなんだ。はい、変わってるな。秋田の人も聞いてるからね。はい、秋田呼んでください。はい、秋田。俺はいぶりがっこちゃんさ、はい、絵本作った時に秋田に、あ、秋田は 3つに分けられるのかな、上中下で。ああ、北、あの北、北、中、南。
はい、うん、なんかそれ3回やったことあるな。指折りかっこちゃんの絵本があるのでもっとゆかりがあるのだと勝手に思ってたんですけど、意外とどういう意味、もっとこう よく行かれる場所なのかなと思ってました。ああ、でもいぶりがっこちゃんだけだもんね。いぶりがっこがっこがっこちゃん、いぶりがっこがっこがっこに行きました。がっこかわいい、がっこケロちゃんが言うんだ、がっこいぶりがっこがっこがっこちゃん、がっこはい、聞いてみるか。あ、聞いてみる。あ、いいですね。いぶりがっこがっこがっこちゃん、いぶりがっこがっこがっこに行きました。がっこちゃん学校に着いたなら、早速たくあん食べましょう。いぶり学校はぶりぶり学校だ、さあさあ踊れやすっとんとん。いや懐かしいな。 いいだろこれ。いやいいですよ、いぶり学校ちゃん可愛いです。可愛いんだよな。可愛いです、うん、ご当地ネタでね、東北6県全部やろうかと思ったんだよね。あ、そうなんですね。立ちねぶたくんと、はい、それでいぶりがっこちゃんと、それで宮城がだってちゃん、だってちゃん、だってちゃんってのがあって、伊達政宗のだってなんだよね。ああ、うん、はいはい。あれキャラクターなんだっけ、豚じゃねえし、豚だっけ、クマだな。 あれがだってちゃんですか。そうそうそう、クマだ、クマ。おもちゃさすが、さすがでございます。テレビじゃないのよ、ラジオなの、見えるラジオ。みんなの掲示板、この週末イベントが続きますので、先週に続きましてお知らせしたいと思いますけれど、28日が柏崎で絵本の講演会、サイン会みたいなものがあります。から29日、ビートルズ展のパーソナリティ関係さん、ビートルズめっちゃ詳しい人と、対談をいたします。それが新潟の北書店というところ、それからゴールデンウィーク5月の4日、結び社のブースで、長野秀子さんとサイン会をします。でその後アリス館のブースに移って、やっぱり長野さんと2人で、サイン会をいたします。ちょうどその頃には例の絵本長野さんが、ね、出来上がってますんで、2人で採用します。そしてその翌日5月の5日長久手市、愛知県の長久手市で、新座俊彦とのライブがあります。いろいろありますんで、どうか、全部でもいいですけどお越しください。乳酸菌日の高ぶ見えるラジオ。見えるラジオ207回目の放送いかがだったでしょうか。今月の歌シーランペッタン聞きながらのお別れです。また来週、さようなら。リンゴを食べたの誰、シーランペッタンゴリラ。バナナ食べたの誰、シーランペッタン。One, two, three, four, five, six, seven. シーランペッタンゴリラ、シーランペッタンゴリゴリラ。あくびしたのは誰？シーランペッタンパンダ。お
鳴らしたのは誰？知らんぺったんパンダ。ピアサンスウリュチパ。知らんぺったんパンダ。知らんぺったんパンパンダ。